にちは、パークアクマだよ。今日は蔵前にあるコフィノアにやってきたよ。早速行ってみよう。ここはこだわりの自家製スイーツとコーヒーが楽しめるカフェなんだ。僕はカスタードプリンとアイスカフェラテを注文したよ。こちらがカスタードプリン。プリンは昔ながらの固めのねっとりした食感だよ。甘さは控えめでほろ苦いカラメルとの味わいが最高なんだ。とっても美味しいよ。そしてこちらがアイスカフェラテ。たっぷりのミルクを使ったカフェラテは甘みと苦みのバランスが美味しい一杯なんだ。とっても居心地のいいカフェだからぜひ素敵な時間を過ごしてほしいな。今回はコフィノアを紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だからチャンネル登録と高評価、おすすめのお店をコメントしてくれると嬉しいな。じゃあまたね。